わさっぷすみんな、どうもギフライターともです。すなです。今回は前回デッキレシピを出したゼロ軸オーダーデッキで対戦動画を撮りたいと思います。対するすなさんのデッキレシピは、はい、僕は推しのメイグちゃんを使ったデッキです。メイグちゃん、メイグちゃんといえばね、サポートカードのミート&グリード、このカードを使ってそこからパラレルバースゲートにつなげるっていうのがまあ一般的な使い方かなと思うんですけど、違った使い方でね、このメイグちゃんを輝かせようと思うんで、それをお楽しみにしていただけたらなと思います。一味違う面白さ、メイグちゃんデッキ、じゃあ早速やっていきましょう。お願いします。お願いします。奇数偶数表裏、表をもらいます。表裏だ。あー、くそ。ただワンチャンこのデッキ高校の方が強い説を推してるので、ちょっと高校でいきますね今回。マジ高校でいきます。後悔しないでくださいよ。え、マジ一枚取ろう。あっ先行でよかった。セット。セット。デーモンカルビーバーを召喚。デーモンカルビーバー、手札2枚でターンエンドします。お、なんかいいんちゃう？ワンドロー。アメイジングディーラー。効果発動。300払って、とりあえず、ダイユエイビス、ノーウェーブはいらない。あー、こっちかな、魔王石の採掘で。なるほど。3枚ドローして、いけ。うわー、なんだこの手札。じゃあカード1枚伏せて、はい。シークレットオーダーが強いんです。おー。こっちだな、オビビオン。どっちか。手札1枚残してバトルフェーズ、3200で、デーモンカルビーバーにアタック。ここはね、1700痛いんですけど、ちょっともっと食らってみましょう。妖怪墓地に怨念。お、このカードはですね、通常獣族が攻撃を受けるとき、デッキの上から4枚墓地を送ります。1、3、4、そしてこいつの攻撃力が2000ダウンするという大変ド M カードなんですけど、攻撃力ゼロですよ。はい、3200受けましょう。もうわお。その後この効果で墓地に送ったカード4枚のうち好きなやつを手札に加えられる。いや、強すぎ。ここはね、食らった分のキュアレッドとオーダーは今はいらない。レッドだけ回収します。グリードも捨てた。じゃあ、手札1枚残してターンエンド。はい、ということで、ハンド3枚になったんで2枚ドローします。ドロー。おっと、なんだおっと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 。わー、キュアレッド召喚。はい。効果。デキトップ、おー、いいね。ダイアップが落ちて500回復します。このダイアップがうまい。うわ、強い。シークレットオーダー、ダイアップを特殊召喚。3200です。待ってくれ、ただハンドが重いので魔法的な採掘を使います。うわ、強いぞ。ミート&グリード、ホームプレート。ネタバレしちゃったけど、ホームプレートを切って次に備えてシークレットオーダーを回収しておきます。ちょっとまずい気配がしますね。レベル7通常がいないです。カード1枚セット。よしよしよし。ハンド1バトルフェーズ、ダイアップでオブリビに攻撃。ダイアップオブリビは700食らいましょう。ダメージ。そしてその線、ゼロに1300で攻撃。と思いきや、仙人の神髄発動しますね。ムキムキになっちゃった。その女の子は守備表示になってもらって、はい、で、墓地から攻撃力、何モンスター、特殊召喚できるんです。めちゃくちゃ厄介すぎるぞ、そいつは。26が立ちます。そう、エンド。じゃあ私のターン4ドロー。これアメディもう一発撃つか？撃てんの？あー、今ノーウェイブが戻ってきちゃったよ。もうそれによって撃てるんですね。いや、関係なかった。でもあんまり関係ない。よーし、アメディ撃つぞ。300ダメージ食らう。千女はいらない、オブリビオンもいらない。みんな魔法石捨てるか。切ってよかったのか。3枚捨てて3ドロー。七宝線でミルキーウェブネオ切って2ドロー。はい。いや、なんだこれさっき引いたコリキエル召喚で、手札から攻撃力ゼロ捨てて2枚デッキトップ落とす。その中に、はい、八属性闇属性、なんだってまあいいや、落ちた八属性が落ちたので、はい、回収するカードはダイユエイビスです。もちろんリリースして。溜まってるか。実はそんな溜まってないんですよねまだ。カードを2枚伏せてカード1枚セットしてダイユエイビスの効果を発動しよう。1500ダウンか。じゃあダイユエイビス、全然全然いい。そうなんだよな全然安いぜ。ダイユエビス1500で攻撃、500ダメージ。受けよう。500ダメージだ。ダイド4枚ドロー。そのエイビスがモロハの剣だったってことを教えてあげましょう。え、マジ。まずキュアレット効果デッキトップ。あー、欲しかった。プランユーが落ちて500回復します。捨ててあった。シークレットオーダー発動。ハンドからいっちゃいます。うわー、3200。濃厚返し発動。墓地通常炎族はダイアップ1枚ですね。メイグちゃん、推しのメイグちゃん切って1枚ドロー。通常炎族がいるんでワンドロー。2ドローはでけえ。ただパイロール召喚みたいなモンスターをリリース。カオス背番号、違う、キャプテン背番号。ホームベータ
雑に出てきた。雑に召喚していき、デーモンカルビーバーを召喚。結構ゴリゴリの盤面だぜ。ホームプレート効果、キュアレッド、バイドウール、デーモンカルビーバー。レベル4炎属性を3体デッキに戻して、こいつの攻撃力は1500アップする4000ですよ。4000?大丈夫ですか？いや、大丈夫じゃない。その棒立ちになった攻撃力ゼロのやつに4000で攻撃だ。これは伏せカードがない。ないのか。それはでかい。4000ダメージ。ダイアップ3200で、ノーウェーブ。そうだよね。持っていく。カルビーバーも通るでしょう。通るんだよね。はい、通ります。ターンエンドだ。これまずいぞ。ただ、伏せカードがないんですよね。これはいけるぞ。呪法戦だ。俺はノーウェーブを切っていくぜ。ツードロー。呪法戦だ。オブリビオンを切っていくぜ。ツードロー。ドエルチアスケール。ああ、そいつは厄介。自分フィールドにこのカード以外のモンスターがいない場合、墓地の攻撃力0を2体好きな順番で戻す。これをデッキの下に戻す。自分の墓地の攻撃力0のレベル5以上を特殊召喚。ただ攻撃表示なんだよな。とりあえず、ノーウェーブ出しとこう。シークレットオーダーだ。しっかりオブリビオン。カードを1枚伏せて、手札2枚でバトルフェーズ。3200で、ホームプレートが厄介か。ホームプレートに攻撃。まあそうですよね。700。難易度だ。では手札1枚なんで、4枚ドロー終わらせてやるぜ。まずまあ、回復しておこう。キュアレッド。ジャーマレーテが落ちて500回復。キュアレッドとデーモンカルビーバーをリリース。いでよ、魔法幼女、メーグちゃん。妖怪ブランユー。こいつが強いんですね。自分フィールドに表側通常獣図がいるとき、墓地のミート&グリード、または妖怪墓地に怨念をセットできるんですが、ここはミート&グリード。あ、ちょっと待って。ハンドが足りない。ミスだった。まあいいだろう、セット。まあ、ねえ、ちょっと無難に行きます。ブランユー、ダイアップ、リリース、ホームベート。うわ、また出てきた。そして、死者蘇生。これでもうガチ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 でオーブリビに攻撃します。くそ、しっかりケアしていく。1500で、あと1200でしょ。どっちかが決まれば勝ち。守備になってもいい、はい、オーブリビでノーウェーブに攻撃。リニサルだバカだった。伏せがパンパンだ。引きが変な方に偏っていった。確かにゼロばっかなんだよな。はい、という感じで今回はゼロ軸オーダーとメーグプレートデッキで戦いました。まあ、僕のデッキはね、このミート&グリートで3体突破した後にホームプレート4000を決めていこうっていうデッキだったんですけど、まあちょっとそううまくはいきませんでしたね。でも妖怪墓地に怨念や仮面ドローと濃厚返しがあることで結構コンボパーツが揃えやすいんで、このコンボも決められるんじゃないかなって思います。うわ、恐ろしいことになるぞこれ。という感じで、まあ細かいデッキレシピとかムーブはまたスナさんの個人チャンネルで紹介してもらって、お互い面白いデッキができたらデュエル動画っていこうと思いますので、高評価チャンネル登録ぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。3、2、1。